こんにちは、ものづくりの日常にコペコボです。今回はこんな紙を作りました。この紙、ある植物からできてるんですけど、この植物でできた紙にレモン汁を塗ると、わかりますか？色が変わります。次はこちら、これ重曹を溶いた液なんですけど、重曹を溶いた液を垂らすと、こちらも色が変わります。こんな不思議な紙は何でできているかというと、紫キャベツです。今回はそんな紫キャベツの染液で紙を作る動画です。コペコ号ではものづくりを日常にということをテーマに動画を作っています。家でできるものづくりに興味がある方、もしよかったらチャンネル登録をこのタイミングでお願いします。それでは早速紙作り始めていきます。どうぞ。紙作りの時の道具紹介始めていきます。まずこちらが紫キャベツ、こちら使います。あとキャベツを刻む時の包丁も使います。こちらキャベツを煮出す時に使う片手鍋です。精液をこすザルとボールです。あと菜箸も使います。計量カップで精液を作った後に紙を作ります。紙の原材料となる牛乳パックです。こちら、牛乳パックをこうヤスリ掛けするので、その時に使うおろし金。そして紙すきセットです。これ自分で作ったんですけど、ネットでも売ってますし、自作することもできます。それではまず紙作りから始めていきましょう。まずは紫キャベツを 2,3 枚ちぎり、千切りにしていきます。千切りキャベツを鍋に入れ、ひたひたになるくらい水を入れたら、15分間煮て染液を抽出します。15分煮たら火から下ろします。ザルにゴミくずネットをつけて染液をこします。紫キャベツの染液が完成しました。ここで少し実験をします。3つに分けた染液、1つ目にはお酢を入れます。入れた途端色が変わりました。次は重曹を入れます。こちらも入れた途端色が変わりました。酸性はピンク色、中性は紫色、そしてアルカリ性は青色に色が変わりました。ここからは紙作りをします。こちらの牛乳パック、3日間水につけておきました。牛乳パックの両面についているフィルムを剥がします。できるだけ丁寧に剥がし、使える面を多く残しましょう。1つの牛乳パックでだいたいポストカード3枚分作ることができます。牛乳パックの準備ができました。ここからはおろし金でひたすら牛乳パックを細かくしていきます。前回部屋の中でやって部屋中が粉だらけになってしまったので、今回は外で細かくしています。無事牛乳パックが粉になりました。この状態をパルプと言います。パルプになった牛乳パックを 10g ペットボトルの中に入れます。
10g ペットボトルの中に入りました。今度は紫キャベツの染液をペットボトルの中に流し込みます。そして蓋を閉めてよく振ります。紙すきの道具をセットします。金網をセット。不織布をセット。木枠をセット。パルプ液を流し込みます。後で調整もしますが、できるだけ均一に流し込むのがコツです。最後に均一になるように整えます。そして上から再び不織布をセットします。軽く整えます。木枠を外して金網ごと取り出します。そして余計な染液をギュッと絞ります。そして乾燥させたら完成です。はい、ということで、乾燥して紙ができました。で、これから、レモン汁とあと重曹の液を使って絵を描いたり模様をつけたりして、最終的にはポストカードにしたいと思います。それではお絵描き始めていきたいと思います。重曹をお湯で溶きアルカリ水を作ります。レモン汁は酸性になります。ここからはひたすら黙々と絵を描いていきます。1枚目が完成しました。1枚目が細かく描きすぎて色がにじんでしまったので、2枚目でちょっとリベンジをします。柄をできるだけ大きく分かりやすく描いていきます。完成しました。ポストカードとして使えるように周りを整えていきます。紫キャベツのポストカードが2枚完成しました。結構サイケデリックな色合いになりました。細かい模様はほとんどなくなりましたが、なんか迷彩っぽくてこっちもこっちでいい感じです。はい、ということでポストカード完成しました。ですね、最初1枚目の方はちょっと細かく絵を描こうとしすぎて結構潰れちゃったので、2枚目は
大きく絵を描いたら結構うまい感じに模様が出てるかなと思うので、やっぱり水で絵を描くのと、まあこの牛乳パックでできてるこの紙が結構水を染み込みやすいので、できるだけ大きく絵は描いた方が潰れなくていいかなと思います。せっかく今回ポストカードを作ったので、このポストカードうまく郵送できるか実家に送ってみたいと思います。なのでこれから宛名書いて実家に投函したいと思います。はい、昨日実家に帰ってきて今こうやって動画を撮ってます。で、問題のポストカードなんですけども、残念ながら届いていません。ちょっと理由が分かんなくて、まあもしかしたらこうどっかでなくなってしまったのか、まあ、もしかしたらボロボロになって廃棄されてしまったのか、まあちょっとまだ届いていないだけなのか、ちょっと分かんないんですけど、残念ながら届きませんでした。コペ工房ではものづくりを日常にということをテーマに、やりたいな、ものづくりしてみたいなっていう気持ちを、これならできる、やってみようと思える動画を作っています。なのでもしよかったら、チャンネル登録やコメント、そして、面白いなと思ってもらったなら高評価をお願いします。それではさよなら。